はい、ワイッキーです。今回はデスボーピープルにアルキメデスを連れていきたいと思います。なんでアルキメデスかって言ったら、まずキラーイエルがボスに刺さるってことでね。あと友情もね、無属性なんで普通に強いんで、ここも回復もしつつ、あ、剣出とるし、剣と取りたいな。剣だけ取ったらよろしいやん。おお、これ一回当たりたいな。異常な破壊力ね、この友情の魔族キラーイエルに乗るチップソーの。うん、わお、こんな配置になったらいっちゃうよね。あー、剣ね、剣欲しかったな。鬼丸で抜けたらよくないよね、絶対こうなるんで。ああ無理か、もうあの間入ろうかと思ったけど、こうなるとね、あんま良くないね。はい、とりあえず倒して、でどうい、ここで倒さんとちょっとあれかな。うん、あ、倒したらいけん倒したらいかん、倒したらダメやったね。どうしようか、使う、買うまである、うん、こう下がっていったら普通に全員当たるんじゃない、私はね。とりあえず全員当てて倒していく。12ターンの SS なんで、ね、結構便利はいい。でこの木を倒しつつ回復していこう。うわぁ、超える？超えんでいいよ、まだ。これ回復しても一緒やん。あ、やべ、ミスった。手が離れた。あ、いいや。で、ここは、次はね、もう、鬼丸がいい配置なんで、決めていこう。ここは決めていこう。ちょっと使って。スピードは止まりそうな。うん。OK。まあ、決めた結果ね。次の面は、一発無駄になるのか。いって。はまればね、はまったらやれんのかな。はまっても全然やれんね。で、キャー、とりあえず倒して回復しつつ倒して、これはまずいね、結構。あ、はい、ありがとうございます。これ結構まずいな、あっちが倒せんのよね。これでもこっちの方がドレインできそうな気がするね。あっち食らうけど、あっちそんな痛くない。
倒せんか、さすがに。うわで、こいつをまず倒していってやろ。回復してでも多分友情でね、ピーポーに飛んでいくんだよ。飛んでいかねえ。あー弱っとしなあいつ、じゃあドレインしてった方がいいね。ドレインしつつ、うわーいや全然良くない配置。次はダメやね。ダメなんで使っていきます。力みかんを使ってるんで、もう次はちょっと倒せそうにない。片方だけでも倒せた方がいい。あ、両方死んだな。こういう便利もいいよね。12ターンなんで。いやーもういった。とりあえず2体倒して、2体じゃねえ、2体、2人当たって、攻めたくなる配置だね。ここででも攻めるのはあんまり良くないね。アルキメデスの強さが分かんないんで、で雑魚処理。最悪の形になった。ザコ処理を全部してアルキメデスの友情を当てたいね。どういったら行くんかな、わかんない。それとは上も倒せるかな。うん、倒したね。これでドレインもできたし、いけ、オッケー。友情中は殴ったね。相当強い。一体ならね、全然スタメンかな。全然あり。